ヨハン・ペーター・ハーゼン・クレバーは、ドイツの画家である。ブルジョアジーの生活に批判的な風俗画や、社会運動に関心を示した絵画を描いた。ノルト・ベスト・ファーレン州、レムシャイトの鍛冶屋の息子に生まれた。15歳の時、学校の教師に、美術の才能を認められて、17歳で、デュッセルドルフ美術アカデミーに入学するが、2年後、 校長のフリードリヒビルヘルムシャドウから才能がないと言われて退学した。26歳になって美術アカデミーに戻り17世紀のオランダ絵画に影響を受けてドイツではこれまで絵画に描かれることがなかった人々の日常の生活を描いたことで知られるテオドール・ヒルデブラントのクラスで学んだ。労働者と市議会ミュンヘンに移り1838年に医師で 風刺的な文学作品の作者であるコルトゥムの作品で作者の没後も何度か出版された作品ジャブサイアドに20点の写真絵を描き画家として成功することになった3月革命の準備期の政治活動に積極的に参加した反アカデムズの芸術家の協会クリグニックの会員になった1847年に創刊された風刺雑誌 デューセルドルファーモノセフトのためにも働いた。代表作の一つで、1848年革命で、市議会と交渉する労働者代表を描いた、労働者と市議会は1853年に、カール・マルクスがアメリカの新聞で称賛し、東ドイツ時代にハーゼン・クレバーの作品は、政治的な観点で研究された。ありがとうございます。